はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、楓さんちへようこそ。ちょっと最近いろいろと欲しいものがあってどうしようかなと思っている今日この頃です。でですね、防災リュックをまあもうちょっと大きいやつが欲しいなと思ったんですけど、今、まあ、あるのは普段使っているリュックに詰め込んでいるんですけども、旦那の方は、まあ、私の方も2つに分けてるんですけど、旦那の方がもう2つに分けてんだけど、どうもねリュックが小さいんですよ。で多分20リットルぐらいのものだと思うんですよね。普段出かけるようなリュックなんて、もうちょっと大きいやつが欲しいなと思って、で防災グッズのそのリュックも含めて一人分のものとかってあるじゃないですか。あれで何リットルぐらい入るのかなと思ったら、まあ大体30から35ぐらいですね、のリュックなんで、そのくらいの量の大きさなのかなと思ったんだけど、いまいちその30リットルっていうのがどういう大きさなのか分かんなくて、まあどうしようかなと思って、じゃあ通販っていうか、まあアマゾンとかそういうのでちょっと調べてみようかなと思ったんだけど、やっぱりいまいち分かんなくって、じゃあいいやと思う、実際にねそういうお店に行ってちょっと見てみようと思ったんだけど、その登山リュックを売っているところって、まあ港南というかホームセンターとか、まあ登山のそういうアウトドア系のものを売っているお店ぐらいですよね多分。で登山系のそういうまあいろいろあるじゃないですか、アウトドア系のお店、そういうのね近くにあるかなと思ったらないんですよね。まあ横浜駅の方に行けばあるんだろうけど、なかなかどこにあるのかっていうのは分かってないんで、どうしようと思ってて、じゃあまあアウトレットで買えばいいかと。まあ大体2割引き3割引きぐらいですよね、大体安くなってて。だけどまあ元値がね2万3万ぐらいだったら、まあ5000円とか1万円ぐらいしか割引いてないかと思って、まあ、ちょっと考えようかなと思ってるんですけど、まあ見に行くだけでもね見に行きたいなと思ってるんですけど、そのリュックね、防災リュックっていう風に言われてなくても、そのちょっと大きめなものを買いたいなと。まあ欲を言えば40リットルぐらいかなと思うんだけど、どんぐらい大きいのかっていうのはいまいち分かってないし、その登山というかそういうのに使うような結構細長いやつってあれじゃないですか、あれも何リットルあるのかっていうのがいまいち分かってないし、まあ探せばね、そういうラベルとかね調べれば何リットルっていうのは分かるんだろうけど、いまいち分かってないダメだなぁとか思うんだけど、まあ実際ねそういうアウトレット
ット系でも結構あのモンベルみたいなね、アウトドア系のものがあったりとかするんで、それでちょっと見てみるのもいいかなと思うし、あとなんだろう、その高知とかそういうも女性向きの、女性向きのっていうか女性が好きなそうな、もうそういうブランドがあるかわかんないけど、アウトレットじゃなくて、スポーツブランドでも結構大きいやつがあったりとかするんで、まあそのスポーツのブランドの方をちょっと見てみるのも、どのくらいの大きさか、まあ値段的なものもちょっと気になんで見てみたいなと思っています。まあ本当はね、その防災リュックと防災グッズがセットになったやつを買えばいいんだけど、意外にその中身が入ったやつって、そのまあ飲み水とか、そのヒートテックじゃないけど、その温めるものとか食べ物とかってあるけど、逆にその服を入れるスペースがあんまりなかったりとかするみたいなんだよね。それだったらまあ自分でこうちょっと大きめので自分の欲しいものを、欲しいものというか入れたいものをこう入れるっていうのもいいかなと思ってるんだけど、なかなかね、あのパンパンになっちゃうんだよね。あの防災チェックリストみたいなのでやってみるんだけど、やはりあれもこれもそれもどれもっていう風になっちゃって、でね、お水一つにとっても、まあもともと一緒になってるやつは 2,3 本なんだけど、いや4本入れとこう、5本入れとこうとかなって結構パンパンになっちゃったりとか、物を入れすぎちゃって服が入らないとかで、結局2つになっちゃったとかっていう時があるんで、どうしようと思ってるんですけど、皆さんどうでしょうか。どういう風なものを使っていますでしょうか。もしよろしければね、ご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。